ヨーマルテルトということで、今回なんですけどもエンジニア強靭部遊んでいこうと思います。そしてね、今日アモンガスも5時間ぐらい撮影してるんだけど、抜けが多すぎてね、一本も撮れないっていうね、まさかのこのオチ。さあ、もうね、5時間一生喋りっぱなしで実況してるから疲れてきた。さすがにね。オレンジがクメサバ直したのか。ってことは強靭ではなさそう。了解。紫がねえっつってんだけど。あ、やばい、始まった始まった。やばい、白すごいの流れ始まった。ありがとうございます。スキップスキップ。最近マジでなんか、100レベルってだけでバレるからな、ほんとに。さあ、どうしよっかな。役職なんもないし。アドミンでも見るか？強靭がね、アドミン使ってきそうなんだよな。インポスターとコンタクトを取るために。紫来たね。紫アドミン入りましたね。赤紫か。紫通信直さないな。いやー、なんか強靭臭いな、紫。めっちゃ。これ紫じゃね？赤がアドミンで死んでて、紫が直前から出てきてるけど、わらわらわら。アドミンしたいです。自分目線紫かな。7秒前なら合ってるし。紫？嘘だよなっつってる。4秒前に黒ともすれ違ってるから、自分はセルフ無理ですって言っとこう。黒は武器庫から。なんでっつってる。これやっちゃったんじゃないの、ちょっと。ローズもバイタル見てたので、バイタル偽装はないと。釣りでいいんじゃないかな。うーっつってる。これは、やったな。じゃあ紫経路は？アドミンから出てきてたけど、黒も見てるよね。メイン。もう紫や。さあ、これで残るはインポスターと強靭なわけだけど。いいね、一人釣ったね。まあこれはもうタスクやっちゃっていいかな。まさかすぎたな。ちょっと紫めっちゃ挙動不審だったから強靭かなと思ってたけど、まさかのインポスターっていうね。通信落とすの好きだな、この人。インポスター、はいはいはい。どうしようかな、ボタン足いこうかな。これはよーし。せーの。どう？よし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 。とりあえず紫かばった可能性調べたいなっつってるね。コックピットならベントで逃げられるんじゃない？アドミン彼が入るところ、自分見てるから、ベント使ったら、ベントバレると思ったんじゃないかな。一応紫は、通信来たのに、触らなかったから、初めは強靭だと思ってた。少なくとも、人外なのは、確信してた。人外っていうのはね、来る以外のことを指すね。強靭の世界線も多か。確かに。ただ、緑が強靭の可能性はあるね、これ。こう言ってきたってことは、インポスター二人いるっていう体にさせたいってことだからね。逆をつけば。まあ、とりあえずタスクやるか。47440。全部通信だな、サボタージュ。しかも、やたら早いんだよな。ちょっと直しに行こうか、これ。直った。多分水色が直した臭いな、これ。おっと？また通信来そうだな、これ。カメラついてる。いとこう。さあ、リアクターが鳴ったけど、これ疑われたくないから直行しよっか。これ誰かボタン押してくんないとな。64161。誰かボタン押してくれ、頼む！ダブルキルは入ってないと思いたい。この辺めっちゃ開いてんな。ボタン鳴るか。押してくれ、頼む！押してくれ、頼む！ナイス！でかいぞ。多分、一郎、連れてるね。紫と合ってたっぽい。タンがボタンか。ってことは、少なくとも、強靭は生きてそうだな。強靭1、インポスター1って感じっぽそう。タスク頑張るぞ、テルさん。サボってたからね、ちょっと。やんないと。でも、紫インポスターだったらさ、絶対、テルトさんとのロラするべきだったんだろうけど、まあ、黒も見てたし、無理だったんかな。でもなんかもうちょっと抵抗していい気がするよね。これで今回キル起きなくて、二郎本当は残ってて、インポスターが一郎のフリさせてるんだったら、マジでインポスター天才だけど、それはないんじゃないかな。
さあ、また通信か。バナナタンか。ちっとも治んないね、これ。死んでる説あるぞ、通信で。え、長くない?さすがに。ちょっと行こう。あの歌。ナイスだけど、死んでない神。怖っ。通信、直したのは?誰?コーラル。バナナコーラル。狂人ではないのか。オッケー。オレンジも直してるか。バナナコーラルオレンジが、クルーだと思われるインポスターの可能性もあるけど、緑も直してんのか。今まで直したのが、コーラル、バナナ、オレンジ、緑ね。了解。勝てるぞ、これ。タン黒、水色、らへんにいそうだな。通信連打してるけど、キル生まれないもんな。今通信が一番強いサボタージュなんだけど、その間にキルしてこないってことは、やっぱ、誰かしらと一緒にいる可能性が高いね。さあ、オレンジがいて、カメラついてる。よいしょ。え、石油つかなくなったぞ。タンがこっちから来た。死んでそうだな、これ。あ、死んでないか。とにかく死にたくないから走り込もう。バナナいる。走るテルさん止まらないよ、怖いから。いや、これは行こう。はい、53460。54。ナイス。誰もボタン押さないね。これ本当にインポスターいるのか?え、ちょっと待って。マジか。待って、これ二郎と狂人いたら終わるけど絶対ないはず。1分35秒はあったから、一人で切る可能。これらがオレンジと緑っつってる。停電後は死んでなかった。停電後死んでなかったって、二郎いることになるけど、グレーどういうこと?停電って最後にしか来てないよね。黒と緑はいつ別れたのっつってる。いやーこれボタン押さないとまずいな、ちょっと。通信待機しよう。うわー待機しとけばよかったな。ナイス。待って、コーラルこれ直してないの?はい。よし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 。これ、二郎残ってるかも。え、なんかそんな気がしてきた。紫じゃなかったのは謎だけど、本当にタイミング良いベントキルだったんかな。今回黒結構怪しい。自分目線ね。右リアクター自分直した。紫狂人で、辻褄合わせたのかな?なんかそんな感じがしてきた。私も黒怪しめかもっつってる。あ、ほんとだ、タスクバー見ると、1ゲージあれしてるから抜けてるね。一応狂人いないのか?じゃあ、タスク終わってない人いる。終わってない。黒と自分ロラでもいいよ。二郎いると思う。狂人落ち確定してるから、ボタンある人いる?ボタン誰かが押さないと結構詰む。あ、意外といるな。ザ続行でもいいか。でも、二郎残ってると僕思うから、マジで気をつけて。ボタン余ってる人は。タンも怪しい。遺言だけ残しとこう。テルトさん、これキルされそうな気もするけどな。ミーティングで門番されなければ大丈夫だと思うけど、んあるとしたら黒とタンの二郎かな、これ。タスクもね、テルさんめっちゃ遠いとこにあるんだよね。頑張って終わらせたいけど、うわ、噂の黒いるね。ここでアップロードするの大丈夫かな、これ。いや、これやめよう。黒がインポスターで死体発見されなかったら最悪。通信落とされた。なんかコーラル狂人臭いけど、でも紫が狂人じゃないと辻褄合ってないんだよな。タンこっちから出てきたな。まだ間に合うはず、キルクール的には。死体転がってない。転がってないか。これ、ちょっと、まずいな。誰もボタン押さないんだけど、やばくない?だよね、そうだよね。くっそー!やっぱ黒とタンだったか。紫狂人だったのか。だから守ってたのか。タンと黒と合ってた。それな。つかボタン意識がちょっと足りなかったな。テレさんボタン使っちゃってて押せなかったっていうのもあるけど。いやー悔しい。はい、ということでね、テレトさんね、アドミンから出てきた紫が、インポスターか狂人だったか、まあ、どっちかっていうの当てられたんだけど、いや、まさかの最悪の事態、二郎残ってたっていうね。うん。でね、やっぱみんなの経路聞いた感じ、黒一番怪しかったから黒釣っときたかったんだけど、ちょっとね、釣るとこまで持っていけなかったっていうのが今回の敗北ポイントだね。ということでね、今回の試合白熱して面白かったと思った人はね、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
じゃな。